後半はバンフォーレコーナーです。今回の選手紹介は今年7シーズンぶりにバンフォーレへ復帰したあの選手です。背番号25番、ミッドフィールダーの三尾篤です。1983年1月26日、神奈川県出身で、甲府在籍は2回目です。そうです、今回は今シーズンからバンフォーレ甲府に7シーズンぶりに復帰した三尾篤選手を紹介します。三尾選手は今シーズンここまで24試合に出場し、1ゴール6アシストを記録しています。三尾選手自身はここまでのプレーをどう見ているのでしょうか。やっぱりチームとしてはちょっと難しい結果になって、これからまだ全然チームとして諦めてない状況なんで、まだまだやっていく部分ではあると思うんですけど、やっぱりその J2 っていうまた違ったカテゴリーの中でこういろいろ苦労もしながら、チームとしても個人としてもやってきてるかなっていう感じですね。三尾選手にとって甲府は7年ぶり。久しぶりの甲府の印象はどうだったのでしょう。京都もそうだったんですけど、ちょっと暑いなっていうのはそれちょっと久しぶりに思ったのと、戻ってきたっていう、帰ってきたっていう感覚がすごい自分の中であったんで、それはすごいやっぱりそのサポーターとかファンの方とかいろんな関係してくださった方とかに迎えられた部分っていうのはすごい大きいので、それはやっぱりそのこの街の温かさっていうのがすごいあったかなっていうのは自分もすごい感じましたね。いやー、泣かせることを言ってくれますね。ところで三尾選手、サッカーを始めたのはいつからなんですか。本当3歳ぐらいの時に、ちっちゃい時に本当こう親が買ってくれてサッカーボールずっと蹴り続けて、で、その幼稚園の年長ぐらいになってそのクラブチームに入ってやり始めましたね。もう本当ずっとサッカーばかりでしたね。どこ行く時もって言ったらあれですけど、どんな時も本当サッカーをやってましたし、例えば、危ないんであれなんですけど、その練習会場に行く途中も道路ドリブルしたりとか、そのぐらいの感じだったんで、その電信柱をこう敵に見立ててこうワンツーして行ったりとか、そんなノリですよね。少年時代の三尾選手はまさにサッカー小僧という言葉がぴったりだったようですね。今でもサッカー大好きな三尾選手ですが、好きなサッカー選手は誰ですか。最近はちょっと出てこないんですけど、ロナルジーニョとかはここじゃないですよロナルジーニョとかはやっぱり、最近はちょっとあれですけど、やっぱりこう見てる人に魅了するプレーであったりとか、楽しませることっていうのに関してやっぱりすごい、自分もそういう風になりたい部分であったりとかはあるなっていうのを思いますけど、最近ちょっとあんま良くないんでガツンと言いたいんですけどサッカーを始めた時から感じた楽しさ、そしてこれからもサッカーは楽しむもの、楽しく見るもの、見せるものという強い思いを持ってプレーしたいと話す三尾選手。現在リーグでは厳しい戦いが続いていますが、最後までプロらしく戦いたいと話してくれました。僕含めてチームの人、会社全てにおいて諦めているとは誰一人いないんで、その中で、一つ一つ前のゲームを目の前のゲームをこう取っていく、上のチームを食っていくってことを本当に 100% 全力で、もちろん今もやってますけど、それ以上にやっぱやって、やっぱプロのチームなんで本当結果としてやっぱり最後、厳しい状況ですけど本当に最後にみんなに笑えるように一つ一つ練習、一つ一つ生活から、やっぱりそれは本当に命をかけて頑張っていきたいなと思います。それでは最後にこんな質問をしてみました。ででん。あ、待って。こっちちゃうの。こっち。すいません。はい。三尾選手の、必殺技を教えてください。そうですね。しゃべりですかね。いえ、やっぱサッカー選手なんで、やっぱり、今まで見てくれてる方っていうのはもちろんそうだと思うんですけど、やっぱりこの左足から、全てのプレーっていうのは僕の中では始まるプレーだと思うんで、それをやっぱりこう全力でやるっていうプレーが、自分の中で本当に必殺技かなと思ってます。そうですね、本当にここから始まると思うんで、
まあ、その楽しいプレーをぜひこう見てくれたらなと思います。皆さん、三尾選手の黄金の左足に今後も注目です。以上、三尾篤史選手でした。さて、ここで15日月曜日に岐阜県多治見市で行われたサテライトリーグ名古屋グランパス戦の結果をお伝えします。ヴァンフォーレはこの試合、前半に6本、後半10本と名古屋を上回るシュートを放ったものの、ゴールを割ることはできず、後半2分に津田、そして終了間際に牧に PK を決められ0対2と敗れてしまいました。サテライトリーグも残りあと3戦、 J1 チームが相手ですが、ぜひ頑張ってほしいものです。最後に、次節 J2 第36節愛媛戦のパブリックビューイングのお知らせです。20日の土曜日にアイメス山梨でパブリックビューイングが行われます。アウェーで戦うヴァンフォーレを大スクリーンで応援しませんか？チケットの購入など詳しくはご覧のところまでお問い合わせください。パブリックビューイングにもぜひ足を運んでみてください。以上、ヴァンフォーレコーナーでした。代わり